こんばんは。どっちかな。こんにちは。朝ぶりです。おいで。こんにちは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 。おいっす。おいっす。こんにちは。こんにちは。こんにちは。遊びに来てありがとう。こんにちは。こんにちは。今日、あ、そうそう。あれ、この後5時半から始めて、これを6時半までさせていただくんですけど、それが終わったら次、9時半ってなってたんですけど、8時半に変えました。ごめんなさい。なので8時半から見たら、見てくれたら嬉しいです。こんにちは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 。なんかさ、外あったかいのにさ、中が寒くてエアコンつけちゃった。でもちゃんと20度みたいなのした。かおりちゃんのタイムテーブルありがとう。タイムテーブルで生活してくれるの。うん。8時半も1時間で、8時半も1時間で、これも1時間、最後が30分です。 OK。うん、最後は一緒です。了解、ありがとうございます。そう、今日はですね、はーちゃんと、ちょっと待って、ショールームつけよう。よいしょ。桜満開？ほんと？今日はですね、はーちゃんとハマさんと千織さんとここにゴミがついてる、とサラリンとカレンさんが出演されている2番目でもいいなっていう舞台を見ました。よかった。今日は千秋楽だったら、ほんとギリギリいけた田舎だから桜まだで悲しい。あ、そうなの？でもさ、これから咲く楽しみがあって羨ましい。こんにちは。そう、あ、チラシ、ちょっと今日カバンが小さくてチラシ折っちゃったんですけど、折っちゃったんですけど、じゃーん、もらいました3番でもいいの？じゃん、こちら。すごいね。なんか見る前はこれだけを見てもこれがどんな人とかわからなかったけど、見たら、あ、あの役だとかわかるようになった。そう、そりゃそうか見る前は誰もわからんか。お、配信で見てた。おお、そう、今日配信してたって言ってましたね。ね、こんにちは。こんにちは。なんかね、変わった席だったんですよ、席が。そう、まずそれがびっくりした。なんかだいたいこう目の前に見るじゃないですか。でもなんか私たちの今日座った席は横向いて見るみたいな、こうステージがあって真ん中が普通の椅子で、ここの横側の席だけ前じゃなくて椅子が横に向いてるの。だからこうやって横に座ってこっちを向いて見るの。そう、それが初めてでびっくりした。珍しくない？そういう席ってよくあるのかな。私初めてだったからびっくりした。そう、だから横向いてみたの、なんか初めてだった。珍しくない？なんかそう、椅子回んない、そのまんま。真横席あるんだ、初めてだった。
そう。だから終わった後なんか首がずっと左向いてるから、今日ずっと左向いたまま帰ってきました。電車でもずっとこのまま帰ってきた。こんにっていうのは嘘です。これはジョークね。これはアメリカンジョーク、アメリカンジョークだから。そう。こんにちは、こんにちは。やばい、エイプリルフールじゃないのに嘘ついちゃった。そうで、本当に楽しかったです。舞台あんまなんかさ、舞台あんまり見たことあるけど、そんないっぱいはないのでないんですけど、もうめっちゃ笑いました。もう超面白かったです。本当に面白かった、めっちゃ面白かったです。なんかね、あね、もうさあれなのかな、もう千秋楽だからネタバレとかになんないのかな、どうなんだろう、どこまで話していいのかな。あー嬉しい、お話し会ありがとうございます、嬉しいです。こんにちは、こんにちは。 AKB のメンバーさんがもういっぱい出てて、すごいすなんか不思議な感じでした。いっぱいいた。あとあのなんだったかな、岩かけるの時の先生があのもう出演されてたんですよ。そう、恵子先生ね、すごい、だからいっぱい知ってる方がいた。懐かしかった。そう、めっちゃ懐かしかった。それであのそう終わってからね、はーちゃんがはーちゃんとあのそう恵子さんとあの電話来なんだっけ、なんだっけ、ライン電話みたいなのしました。でも画質が悪くて、はーちゃんと恵子さんがずっとね止まってた。糸電話違う。普通の携帯。こんにちは、こんにちは。こんにちは。仕事つらかった。大丈夫？大丈夫？岩かけるすごい前にか、あ、そっか。そう、直接会えなくて、なんか会えたんですけど、なんか今日は会えなくなっちゃって。そう。こんにちは、こんにちは。こんにちは。リップの色綺麗、嬉しい。これね、サホさんにもらったリップなの。ただいま、おかえりー、おかえりー、うんうんうん、こんにちは、こんにちは。フォローしてありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。こんにちは、こんにちは。そう、ちょうどズッキーとナミもいて、ちょうど全員4だったんですよ、びっくりした。ちょうど全員4だった。春っぽい、春っぽい。今日お洋服がありがとう。今日はジージャンです。ジージャン、ジャイアン。ハンバーグ作ってるの、すごい美味しそう。こんにちは、こんにちは。そう、はーちゃんも4だし、みんな4だって思った。うんうん、こんにちは、こんにちは。じいちゃんにはありがとう。そう、全員4、94。確かに94になっちゃうのかも。そう、全員94でした。めっちゃ楽しかった。めっちゃ面白いシーンがいっぱいあっても覚えてる。めっちゃ面白かった。はーちゃんもめっちゃすごい、すごいね、近くて結構メンバーさんの顔、メンバーさんとか出演者さんの顔とかめっちゃ見えただよ。そう、めっちゃ面白かった。こんにちは、こんにちは、こんにちは。
どんな感じ、なんかもうとにかくなんかセリフがちょっと面白くて、なんか面白かった、めっちゃ笑った、めっちゃ面白かった。面白い舞台初めて見たかも、なんか面白い系。そう、なんか面白い系は初めてかも。コメディー、コメディーだけど感動もあるみたいな感じ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。感動、笑いあり涙ありみたいな感じで面白かった。こんにちは。舞台とか見に行くとき服装気合入る入んない入んないですね。こんにちは、こんにちは。真似してほしい、カオリンクオリティで無理うん、舞台いっぱい見たことある。すごい。じゃあそんなになんかメンバーさんが出てる舞台とかしか見に行ったことないかもしれない。なんかね、やかけるのもぎちゃんのゾーン、あーねもゾーンしようかと、もぎさんの間違えて舞台に登っちゃったことないですこんにちは、こんにちは、こんにちは。ね、面白かった。あとね、なんだろう、はーちゃんのぶりっこどうだった。ぶりっこしてた、ぶりっこしてたかで、なんかめっちゃ動きが大きくてすごい楽しかった。誰かと目合った、いやわかんない、あわかんないけど、最後バイバイするときにはーちゃんがクロスポーズしてたのは見えた。そう、一瞬クロスポーズしたのが見えたんですよ。呼ばれたから来たよ、ありがとう、ありがとう。意外とさ見えるよね、なんか舞台から。私もなんか真面目の芸能の時にしずはちゃんとナーミンが結構しっかり見えて、あいるって思って嬉しかった。こんにちは、こんにちは。なんか本番中は恥ずかしくて見れないんですけど、人のことを。でも終わってから見たら追って嬉しかった。こんにちは、こんにちは。今日7時半からショールームでエアお花見できるらしい。5分だけ、エアお花見すごい。エアお花見、舞台から客席よく見えるの。そう、意外とね見えるんですよ。そう、こんにちは、こんにちは。今日だけ推薦コメントに桜の日ってつけるといらっしゃる。そうなんだ、なんで桜が見えるの。ピンクのゾウさんが来たぞ、ありがとうだぞ舞台やりたくなったんじゃない。確かに、なんかなんて言うんだろう、なんか前はただ見てるだけだったけど、今はなんかなんだろう、あーこれこことかを振り入れしたのかなとかここの動きとか合わせたのかなとかそんなこと考えちゃったなんか そっち系。そう、あセリフ言ってない時もちゃんと動いてるのすごいなとか思って。そう、かおりちゃん大好き、ありがとう。かおりちゃん主演の舞台みたい。無理絶対無理、無理です。ほんと演技できない。なんか楽器聴きたいな。だだ本当に楽器ね、ないんだよね、ないんだよね、ここには。リップかわいい、ありがとう、嬉しい。サホさんのリップめっちゃ褒められる、やった。こんにちは、ま、こんにちは、ま。ごっこ遊びのプロ。そう、ごっこ遊びは好きなんですよ。なんかごっことかで、ごっことかでそのやるのは
好きなんですけど、ガチとなると無理。ピアノ聴きたい。あ、ピアノ行きたい。そう、ごっこなら行ける。人形劇得意そう、本当に。あ、そう、 iPad のピアノやったらある。なんか本当のお仕事ってなるとできないんだよね。できないんかい。そう、使えないんです。そう、広告出ちゃうんですよ、ピアノ。なんかこれでもなんか低くて、なんかさ、両手で弾けないんですよ。ちょっと狭いんですよ、鍵盤が。そうだからね、あれ、評価する、評価するって押していいのかな。星5つです。なんじゃこりゃ。あ、これ×だ。×押せばいいんだ。なんかね、両手でね、なんか鍵盤に両手でできない。わかんないけど、合ってたら貴婦人の乗馬。わかんない、ちょっと調べてみよう。これなんて曲だろう、なんだっけこれ。貴婦人の乗馬だった気がする。確かブルグミュラーに乗ってた気がする。あれ、ブルグミュラーだっけ、なんかに乗ってた曲。こんにちは、こんにちは。これだ、貴婦人の乗馬だって。一番得意な曲は得意ないんですけど、あの一番最ピアノ割と最近っていうか、ちょっと前に弾いたの、ちょっと前っていうかだいぶ前にやった最後のが、トランペット弾きの休日です。ちょっと両手ちょっとこれ足りないんで、あの普通にやると、あれ、わかんない。の曲です。こんにちは、こんにちは。これがトランペット吹きの休日っていう曲だった気がする。多分ね、ちょっとうる覚え好きって分からない、めっちゃうる覚え。聞いたことある、本当に。幼稚園に戻りたくなる。確かにピアノめっちゃ楽しいよね。かわいちゃんの休日聞いたことあるよな。私もこれなんか聞いたことある。トゥ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 ルルルトゥトゥルルルトゥ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 。え、クマテンタワーありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はなちゃんさん、くまてんありがとうございます。嬉しい、ありがとう。じゃあ今日はマイメドにしようよっ。くまてんタワー、あ、ありがとう。ニコ香りより、はなちゃんさん、くまてんタワーをどうもありがとうございます。
今なんか雷光った、気のせい。はなちゃんさん、くまてんありがとうございます。とっても嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。ありがてん、マイメロちゃんですここに、あ、これまだ使ってないんだった、見て、これいつ使おうかな。蒸気で合いますけ、これもらった。なんかいつも見るのはこのピンクなんだけど、なんか知らないのがある。ゆずとラベンダー、アイマスク、そうアイマスク、ゆずちゃんとラベンダーちゃん、やっほーやっほー、メグディズム、あー、メグディズム、ね、これね、しちゃもね、だいたい朝になったらね、マスクになっちゃってるんだよね。口元まで落ちてきてる普通のマスクになって、しかも私マスクして寝るからダブルマスクになってるんだよね、朝起きたら。そう、あるあるだよね。森とか桜とか、あ、あるかも。これはね、ラベンダーとユズとローズ、ピンクがローズ。そう、ダブルマスクに、ね、なり、本当にろくに朝までできないんですよ、アイマスク。そう、みんなはできますマスクして寝たら息苦しくない？うん、マスクにして寝る方が落ち着くんですよ。そう、あのコロナ禍になる前からもうずっと、中学生ぐらいの時からずっとマスクして寝てますなんか寝やすその方が落ち着く。そう、喉保湿されるし、ホコリとかもいるし、マジでそれが落ち着くんですよ、逆に。そう、そう、めっちゃおすすめだよ。え、みんなしないの？しないか。肌荒れない、肌荒れない、肌荒れないね食べません、食べません。あ、冬だけしてる、あ、そうなの。耳痛い、え、本当ですか？マスクの紐って柔らかいからさ、耳痛くなったことないかも。こんにちは、こんにちは。風邪予防なるかななんかやっちゃってる、ずっと。こんにちは、こんにちは。でも確かにさ、結構びっくりされるかも、あんまり。結構メンバーとかにもえぇ、ってなる。そう、こんにちは、こんにちは。あ、ありがとう、フォローとか初訪問ありがとうございます、ありがとう。うん、朝までマスクちゃんとついてますか？いや、ついてない時もあるあ、あれないぞって時あるよ。そう、息苦しいよ、本当に。もう私は今なんかもうさ、マスクしないで歩いてる方とかもいらっしゃるじゃないですか。でも私はもう取りたくなくなっちゃった、逆に。もうなんか逆に外すのが恥ずかしいです。食べちゃう。耳痛くならないの羨ましい。あ、本当に？意外と痛くなります。ちょっと充電した。え、クマタワーありがとうございます、嬉しい。かっちゃんさんありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。しょ、今日はこれ、クマテンタワー、あ、ありがとう。かっちゃんさん、くまてんタワーありがとうございます、しょ、嬉しいです、ありがとう。あ、こんにちは、こんにちは。
ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、うん、ありがてんこんにちは、こんにちは、優しい、いつも頑張ってごいちゃんに困ってありがとうございます、嬉しすぎる、感謝。今日は日曜、サンデー、サンデー、マンデー、チューデー、サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サースディー、フライデー英語バージョン、お腹すいてないチョコレートサンデー、なんでなんでって言っちゃったサブウェイ、地下鉄、サブウェイ、かおりちゃんは何曜日が好き、うちはフライデーが好きです、フライデー、あとサンデーの朝も好き、サンデーのモーニング好きなんでお腹空いてる口癖になってるかも、いや思ったそれ私もなってる気がする、コード仲良しありがとうです、ありがとうございます、サンデー、マンデー、チューズデー、サースデー、うん、あー明日面接か、気が重い、大丈夫ですか、面接頑張ってください、面接官の目を見て話すとおすすめです、目を見て話すのがおすすめ、髪サラサラだってやった、嬉しい、ありがとう、髪サラサラ、今日ね多分黒目のジージャンが黒いから髪サラサラに映ってるのかもこんにちは、こんにちは、なんでーマンゴーナンバーツー、金曜の夜泣いて済むなら私朝が来るまで泣くよ、蛇口が壊れたようにツッツッツッツ、泣いて済むならすぐに家に帰って泣くよ、こんにちは、こんにちはそれ火曜、そういつ火曜です、チューズデー、ね、髪茶色く見える、黒い服着るといつも髪茶色になる火曜日の朝、でも顔が黒光り、ん、白光り、白飛びしちゃうんでしょ、おうおう、アメリカンジョーク、ノン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 、こんにちは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 、あ、すずすずバンキシャ始まる、あ、本当にバンキシャ大好き、あ、ドボン配信、そう、ドボンさ、ドボンのとさ、前は逆だった、え？違うやつだったんですけど、今一緒になっちゃって、そう、一緒にな、なんか使えなくなっちゃって私のが。だから今自分の携帯で配信して、それにドボンやってるんですよ。だからね、一緒に同時にできなくて、申し訳ない。どうにかならないかな。こんにちは、こんにちは！そう、前はね、分けてたんですけど、なんか、そう、一緒にしちゃったんだよね、そう、分けれなくなっちゃった、くまてん、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、優しい、めいせいさん、くまてん、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、ありがとうございます、髪染めてないよ私はいつも黒い服を着ると茶色くなっちゃうんですよ、でも近づくとわかるから、ありがとう、染めるときは言います、クマテンタワー、ありがとう、よいしょ、香りより、今日はマイメロちゃん遊びに来て、ありがとう、ありがとう、銀色に染める、
初染め銀色。メイセイさん、クマケンタワーありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがてん。パチ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 。この間ピンクに染まってなかった、あれカツラですよ。アンネちゃんのカツラです。そう、カツラ、カツラザコバ師匠です。こんばんは、こんばんは。あれはカツラなんですよ。私も最初染めなきゃいけないかと思ったんですよ。でもカツラって知って安心しました。そう、そう、耳つき。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あれカツラだったんだ。だってピンクに染めてって言われたら染めた。でもお仕事だったら染める、なんか嫌だなとは思うと思うけど、でもお仕事だったら染めるんじゃない、多分。でもあれ逆にそれでやっちゃうと他の AKB の衣装を着れなくなっちゃうからさ、ちょっとだから多分カツラでよかった。そう、6時になったんで、こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとう。こんばん、こんばんは、こんばんは。隣にお母ちゃんがかおりちゃんのショールーム着ながらあげます。え、嬉しい、ありがとう。やった。そう、目も染めてた、カラコンで。ミント色？え、ミント色？すごいな。どうやって染め、どうやって注文するんだろう。店で。こんばん、こんばんは。赤髪良かった。本当に？言った。めっちゃ違和感すごかったもん、なんか。みたいな。最初めっちゃ見慣れなかったもん。カツラ被った時。めっちゃ恥ずかしくて、スタジオの中歩くのも恥ずかしかった。そう、恥ずかしかったですね。そう。違和感切る。頭にロールパンつけてた。そう、ロールパンつけてた。こんばんは、こんばんは。すごいね、恥ずかしかった。なんかそのさ、撮影の時はさ、その数人しかいなくて、3人かなぐらいしかいなかったから、あのやばいくて恥ずかしかったんだけど、実際なんか通しリハとかで、あのなんだっけ、みんなみんなその頭でうろうろしてるときは、もうむしろみんな周り全員さやばいからさ、色がなんとも思わなかった。恥ずかしくもなんともなかった。だってみんなやばかったもん。全員髪色やばかったもん。こんばんは、こんばんは。そう、茶色、普通の茶色色の子もいたけど、基本みんなやばい色だったから、そう、みんなやばい色だった。そう、だからあんまり恥ずかしくない。コロネじゃないです、アンネです。そう、やばかった。そう、オディンちゃんとか、あとエリーちゃんとかは結構普通の色だったよね。普通の髪色だった気がする。あとは、あと茶色とか黒の人いたかな。ほとんどなんかもうすごい色だった。こんばんは、こんばんは。お疲れ様、お疲れ様です、お疲れ様です。こんばん、こんばんは。そう、みんな派手髪でしたね。面白かった。うん、紫とか緑とか、あと何色いたかな。オレンジっぽいのも いた気がする。あれね、普段しない色。似合ってた？本当ですか？初訪問ありがとうございます。いっぱいいたね。楽しかった。コロネついてないで。あれはコロネじゃないんだよ。鬼の角だよ。嘘だよ。あれめっちゃメイクさん苦労してた。あーできないって言ってた。難しかったみたい。確かに難しそう。あれ中にわたわたが入ってたんですよ。なんかあのなんか中にこうやってモケモケの、なんかあれ最初紙だけで作ってたんですけど、大変すぎるってなって、中に綿みたいなのを入れて、あのやってた。
道だった3歳児が香りにそっくりだったよ何事、嬉しい、会ってみた。私もなんか自分のちっちゃい時に会ってみたい。自分が小さい時って絶対に一生会えないじゃないですか、自分だから。だから会ってみたい。そう、綿入ってた。なんか髪の毛お団子ヘアとかする時に使う綿みたいな、綿っていうか網みなんかそういうさものがあるんだよ。そう、そういうの使う道具があるんだけど、それが入ってた。そうそうなのよ。なんて言うんだろうあれ。そう、なんかお団子とかで使うやつ、成人式の時にも入れてもらった気がする。それさあ、なんかなんだろう、綿でもないし、なんて表現したらいいのかわかんない素材のものなんか鳥の巣みたいな感じのそう、自分の顔も自分では見れない。確かに鏡しか見れない。そう、マジで鳥の巣みたいな感じだった。鳥の巣じゃないのか、なんかそうツバメの巣かな。あー、初オーマーありがとうございます。いっぱい、こんばんは、こんばんは、お、こんばんは、こんばんは。そうが入ってた気がする、確か。なんか言えてた。あと、そうなんて言うんだよ、多分なんか調べたら名前あるかもしれないみたらし団子味のココナッツサブレ食べてる。ええー、美味しそう。ケタボ、ケタボって言うんだって、みんな。すごい、初めて聞いた、ケタボだって。みたらし団子味のココナッツサブレってすごいね、美味しそう。そんなのあるんだ。ケタボでした。ケタボ、アタボよケタボ、ロカボ、ロカボ、イケボ、スケボ、スノボケバブ、あと棒よ。ヤンボーマンボー天気予報、僕の名前はマンボー、僕の名前もマンボー、どっちが本当のマンボウだ、俺が本当のマンボウだドッペルゲンガー現れちゃってるドッペルゲンガー事件です。どっちもマンボウ、戦いが始まりますまさかの、お前もマンボウだったの。懐かしいよね。ヤモーマンボー天気予報、なんだっけ、なんとかなんとかヤンマーディーゼルってやつ、懐かしい。あとさ、昔さあれあったよね、なんかあのさ、しんちゃん、しんちゃんの放送が終わって M ステまでの空き時間に、なんかいろんなさ結婚式場が流れる CM なかった。なんかひたすら結婚式場とかが流れる CM なかった長くてなんかあったんだよね。ローカルかもしれないね、確かにローカルかも、岡山ローカルかもしれない。なんかひたすら結婚式場が流れてたんですよこんにちは、こんにちは、ローカルだったわ。ちょっと岡山県民の方覚えてるかな、岡山だけか。え、じゃあみんなあの時間何が流れてたんだろう、懐かしい。あとしんちゃんの間、天神の CM、天神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 だからできたことっていう CM があった。そう、懐かしいね、めっちゃ。ローカルか、金曜日大好き。あと金曜日好きすぎて金曜日の歌作ってたもん。なんか友達と金曜日の利点を述べていって、子供に勉強勉強って言いたくないですよねそれそれ、懐かしい。あの少年もきっと今大人だろうな。あったよね。で、その少年の肩を持ってアグネスチャンさんとこうやって揺れてるの、子供が。そう、そういう CM があった。うっ
ちは転勤はしてなかったけどチャレンジしとったよ。真剣ゼミ小学校だ、真剣ゼミ中学校だ。なんか友達間違われて永遠にさ一個上の学年の真剣ゼミのさ広告が来る友達いた。なんか4年生になったのに5年生の教材取りませんかみたいな、全部1個ずれてるんですよ。小6なのに中1の中学講座のお知らせ来たんだけどって嘆いてた。なんか勘違いされてたのかな、めっちゃ面白かった。1個早いの届くって嘆いてたの思い出した。そうそう。え、ねあれの漫画めっちゃ読んでたよね。わかる、私も読んでた漫画結構面白いのよ。なんかだいたい勉強も部活もうまくいかない生徒が真剣ゼミを通してうまくいくようになってみたいなストーリーが結構多かったですね。懐かしいな、真剣ゼミめっちゃわかりやすかった。むしろあの教科書を作ってる方に悪いけど教科書より全然わかりやすいの。めっちゃわかりやすいんですよ真剣ゼミって。すごいなって思ってすごい愛用してました。そう、こんばんは。めっちゃわかりやすい。うん、4月生まれの子じゃない。その子ね、2月生まれだった。あ、2月生まれだから、でもさ、そしたらさ、逆に1個下の学年のが来そうだけど、おかしいな。じゃあその子さ、19歳の時に成人のさ、振り袖のやつ来たのかな。ね。勉強は仕事に役立つのだろうか。そうだよね。でもどうなんだろうね、役立たないかもしれないけど役立つこともあるかもしれないけど役立たないこともあるかもしれないけどあるかもしれないけど、やらなくちゃいけないことだからやっといた方がいいよねみたいな感じなんじゃないかな。よくわかんないけど難しいよね、勉強苦手。赤ペン先生ね、サボってなかったけどチャレンジ結構好きだったんですよ。そう、チャレンジの方が教科書より分かりやすいからチャレンジ好きだったんですよ。こんばんは。しかもちょっと早めの単元をやれるからそこが楽しいってかなんか予習できて好きだった。こんばんは。懐かしいな。最近漢字が思い出せないんだって。あ、大丈夫だよ。私もわかんないよ。なんかさ、読めって言われたら読めるものも、書けって言われたら書けないときない。なんか。ね、赤ペン先生字めっちゃうまいよね。超うまい。そう。予習してるの偉くない？違うの。ただ単に予習しだとついていけなかったから。そう。赤ペン先生懐かしいよね。来るのワクワクしたのね。勉強が楽しいと思うのすごいの。え、全然楽しくないよ。楽しいと思ってないよ全然。私はバカなんでね、頭にしてのかっこいい。そう、添削してくれるよね。でもなんか今タブレットらしいよ。時代だね。だって言ってたもん、なんかさ、なんかもうランドセルにタブレット入れる場所があるんだって。ここにはタブレットも入るよみたいな、そういう入れ場があるんだって。すごくない？うちなかったそんな。すごいよね。おじさん久しぶり来ました。大学受験合格しました。すごい、おめでとう。すごすぎる、おめでとう。ゆっくり休んでね。素敵なキャンパスライフを。すごいよな、めっちゃ。そう、あるらしいよ。おめでとう。こんばんは。ランドセル何色だった？赤です。赤色。なんか私は正直ね、何でもよかった。なんかこだわりがなくて何でもよかったから、もう親任せ。親任せっていうか、もう学校で買ったランドセル、学校の購買で買ったランドセルです。もう何のこだわりもないんで。そう、なんか
友達とかはちゃんと店、他の店に行って可愛いピンクのとか買ってる子いたけど、私はもう何でもいいから、もうただの赤、そう学校で売ってるやつって。こんばんこんばんは。そう、こだわりなかったんですよね全然。そう、ピンクとか、あね、ナイトスケープであったよね、ランドセルのネタ。シルバーかっこいい、かっこいい。そう、学校にもね最低限の売ってる、なんか種類ないけど赤と黒の2種類だけ売ってる。緑いた、水色もいたし茶色の子もいたね。なんか、そう、大事に取ってる。まだランドセルあるよ女の子なのに黒ランドセルね。そう、ナイトスクープの、なんか今は黒おしゃれだけどさ、その昔の時代とかだったらさ、黒だとからかわれたんだって言ってた。赤じゃないと恥ずかしかったって。でも黒おしゃれだけどな、一周回ってね、おしゃれじゃない。でもさ、当時は嫌だもんは嫌だったんだろうね。ね、なんか有名私立の小学校とか黒のイメージある。うん、黒かっこいい。もっとちゃんとランドセル選べばよかった。なんであんなに興味なかったんだろうなんでやねん、なんでやねんって感じですよね。こだわりがなかったんですよ。今なら何色選ぶ、今なら茶色がいい。茶色選びたいな、今だったら。茶色いの可愛くない？子供とかできたら茶色、でも自分の子供ができる時代ってさ、もうランドセルなくなってそうって思ってた、ちっちゃい時。なんか子供には何色のランドセルを買いたいなとか考えてたけど、でもその時代にもランドセルってあるのかなって思ってた。そう、なんか消えそうじゃない？なんか変わりそう、形とか。んー、ポケモンのランドセルがあるんだ、すごい。筆箱はこだわってた。うん、筆箱はめっちゃこだわってた。でも1年生の時はこだわってなかった気がする。多分3年生ぐらいからこだわってた。文房具大好き。え、風呂敷逆に逆にまつりちゃんのランドセル。そう。なんか前にさ、ショールームでもし女の子だったらまつりちゃんがいいな、みたいな話してたね。懐かしい。缶の筆箱使ってたことあるけど、なんか落ちたらうるさいから禁止になった途中で。そう。禁止になっちゃったんですよ。言ってたね、そう言ってた。今は別に、それじゃなくてもいいかな。今だったらなんていう名前がいいかな。ね。どんなのなんていう名前がいいかな。なんだろう。なんか前可愛い名前思いついたんだけど忘れちゃった。こんばんは。なんかね、可愛い名前思いついたんだよ、お前。忘れちゃったよ。マルコ。マルコちゃんじゃん。マルコちゃん。あ、葵ちゃん？葵ちゃん。私がなる予定だった名前の葵ちゃん。葵ちゃん、葵ちゃん良かったよね。葵ちゃんが良かったな。そんなこと言ったらおじいちゃんに怒られるから。あ、そっか、今やっているのか。あれ、まるこちゃん、ちょうど。葵ちゃんとみちるちゃん、みちる、みちる、みちるちゃん、なんかチルチルみちるみたいだからみたいな感じで、みちるちゃんとあおいちゃんなんだけど、まあでもおじいちゃんなんでおじいちゃんがつけたお母さんはそっちだった。お疲れ。え、みんなの名前何個かありました、候補みたいな。なんか、あとはなんか、あの、お兄ちゃんの子供が生まれるときに名前候補めっちゃ送ったけど、どれも採用されなかった。もちろん、まつりちゃんも送ったけど、採用されなかった。かわいいのにって。
聞いたかったな。本当に？そう、一人も採用されなかった。でもなんかそのいとこの子供が生まれる時にも送ったんですよ。まつりちゃんって可愛くないみたいな、私の推し名前なんですけど。そしたらいいかもみたいになってたんですけど、違う名前になってた。そう、結局採用されてなかったんですよ。まあそうなんですけど、でも可愛いなってずっとずっと好きな名前で、私のこだわりはそのまつりちゃんだったらもうひらがなにしたいんですよ。私はそう、可愛いなって思って。たんばい。そう、あとなんだろう、うーん、ふわりちゃんとかも可愛くない？ふわふわしてて可愛くない？あとは、あ、もうミラーボールありがとう。あと何が可愛いか、なんか可愛い名前あったんだけど、なんだっけ、ふわちゃんって可愛くない？なんだっけな、なんか考えたんだよ、なんだっけ、忘れちゃった。うるさそう。え、可愛いじゃん、ふわちゃんってあだ名にしたら可愛くない？こんばんは。あ、そういうこと？ふわちゃんさんのイメージってこと？あ、そういうことか。でもふわちゃんさんは苗字だよ。え、苗字じゃないのかな？あれ、ふわっていう苗字なんじゃないの？違うの？これは下の名前。そう。あ、もう、あ、本当だ。やばい、そろそろランキングしなくちゃだ。大変だ。あっという間だ。こんばんは。確か苗字だった気がする。ちょっと、わかんない。違ったらごめん。嘘ついてるかも。じゃあ、ちょっとランキングしていきたいと思います。第13位はリカさんです。ありがとうございます。12位はみけねこアットマークゆたんぽさんです。ありがとうございます。11位はマッシュルームチさんです。ありがとうございます。10位はジェイさんです。ありがとうございます。9位はクリームアンピーさんです。ありがとうございます。8位は村山さんです。ありがとうございます。7位はゆうまさんです。ありがとうございます。6位はコマネコマニアのじいさんです。ありがとうございます。4位はあ、間違った、5位はアジアちゃんさんです。ありがとうございます。4位はイソピョンさんです。ありがとうございます。3位はカッチャンさんです。ありがとうございます。2位はメイセイさんです。ありがとうございます。そして第1位はハナちゃんさんです。ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でした。ありがとうございます。次はギフトをくださった方の名前を呼びたいと思います。大地さん、コーポンさん、ピーちゃんさん、なめこさん、ココポンさん、ふみおさん、ひだかこうじさん、こいこいさん、こまねこマニアのじいさん、りかさん、すぎやん 12.5 さん、村山さん、みかんさん、しょうちゃんさん、かつぼさん、青森のあきらさん、こみさん、ビショップさん、ととさん、マッシュルームチさん、けんちゃんやでさん、きむさん、ジェイさん、だいちさん、としのりさん、いそぴょんさん、しょうちゃんさん、ともさん、ありらっちゃんさん、ゆうまさん、いる6番さん、クリームアンピーさん、みけねこあったまーきゆたんぱさん、りかさん、STU うさぎちゃんさん、しゅうじさん、はなちゃんさん、さやりんまるさん、ひーちゃんあったまくつむじさん、しんきおやじさん、マッシュルムチさん、きーちゃんさん、かっちゃんさん、ゆきかなさん、らーらーみゆきさん、あすまさん、だいちさん、のぎのぎさん、ひかりちゃんさん、ふみおさん、クロロイコールルシルフルさん、むらやまさん、だいちさん、こまねこマニアのじいさん、ランディーオートンさん、めいせいさん、むらやまさん、ジェイさん、ぴーちゃんさん、クリームマンピーさん、とんぼさん、たーさんさん、メドリーさん、しょうちゃんさん、こまねこマニアのじいさん、ふわふわもふもふ2022さん、村山さん、矢野たけし、あとまくかおりちゃんはほんとかわいいなさん、ありだっちゃんさん、STU うさぎちゃんさん、
三毛猫アットマークゆたんぽさん、いそぴょんさん、ゆうまさん、村山さん、ともさん、わっく野菜団さん、紳士の羊さん、さらりまるさん、みきですさん、しろまるさん、たかさん、ふみおさん、こみさん、しょうへいさん、ときおさん、水族館さん、こじあずさん、つばさわなんちゃらさん、ゆきかなさん、ひろゆきさん、なおさん、まこさん、あつしアットマークずんかおし、残り2回も楽しみだよさん。日曜日の6時はレッツゴーサンデー、司会は田川陽介の立花先生さん、あずまんさん、だらやさん、やっくんまめさん、うらかんさん、こまねこマニアのじんさん、町の電気屋さんさんです。ギフトありがとうございます。ここにあるギフトありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、たくさんありがとうございます。そして今日はですね、よいしょ、まず花ちゃんさん、くまてんタワーありがとうございました。そしてメッセージさん、くまてんタワーありがとうございました。嬉しいです。そしてかっちゃんさんも、くまてんタワーありがとうございました。嬉しい、ありがとうございます。ありがくまてん、あと4分だ。次は8時半からショールームさせていただくので、もし見れたら、見てくださったら嬉しいです。次は1時間です。お願いします。で、あとその後は11時半です。それは30分です。見てね。夜ご飯迷うだって。おー、じゃあ何がいいかな。まだみんな食べてない？そうだよね、まだ食べてないか。じゃあなんだろう、夜ご飯か。ちょっと遅れて入ったけどありがとう、嬉しい。なんだろう、カレー、お鍋、迷うな。なんだろう、香里ちゃんの可愛さに癒されますよ。ありがとうございます、嬉しい。ありがとう。炊き込みご飯美味しそう、食べたい。焼きそば、焼きそば、なんか焼きそばって書いてる人いっぱいいる。なんで、なんで焼きそばなの今日。あー、岩かけるのかなるほど。焼きそばはさ、美味しいけど、昼のイメージ。かおじちゃんは何を食べる？決めてない今日は夜ご飯作るのめんどくさい気分。そんな日ない。めんどくさいよ、今日めんどくさい、作りたくないめんどくさい日とめんどくさくない日があるけど、今日はめんどくさい日です。毎日のもまめでお腹いっぱい嬉しい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。あるわね、あるよね、あるよね。よかった、みんなもあって。洗い物めんどい。ああ確かに洗い物もね、めんどくさい。あと2分だ。なんか冷蔵庫の中身使いすぎてさ、今あんまないんだよね。マックマック行っていいの？マック行く？じゃあ嘘夜だからダメ。かおりちゃんの作ったご飯食べたい、嬉しい。作ってあげたい。いくらでも。下手かもしれないけど、マクドナルド食べたいな。マックはいいよな。モスもいいよな。いいな。夜パックはパテが2倍にできる。そうなんだ。すごっ。2枚ってこと？すごっ。かおりちゃんのご飯絶対可愛いだって。やった。作ってくれるの？全然作るよ、私でよければ。手料理。
全然下手かもしれないけど、でも食べれないことはないと思う多分。あ、時間、あ、本当だ。じゃあ一回切るね。次8時半にさ会おうね。よかった、もしあの お時間あったらぜひ8時半にまた来てください。次は何の服着ようかなそれではありがとうございました。また後で。本当にこの1時間ありがとうございました。やばい、この時間バイバーイ。ありがとう、切りまーす。バイバーイ。では失礼します。バイバーイ。よいしょ。バイバーイ。